はい、皆さんこんにちは、さすらいのあきんどです。今日ですね、ちょっと上司さんにいてですね、まあ、何も買うつもりなかったんですけども、やっぱりですねダメですね、プラモ屋さんに行って現物を見ちゃうと買っちゃうんですけども、こちらですね、マクロスのプラモデルですね。こちら、144分の1の、スケールですね。ヌージャデルガですね。ヌージャデルガ。パワードスーツみたいなやつ、ちょっと言いにくいんですけども、パワードスーツみたいなやつですね、敵側の。こちらを買ってきました。で、マクロスのキットなんですけども、再販がまあね、ずっと昔にかかって、そこで動画とか結構上げたりしてるんですけど、最近も再販がかかってですね、比較的ね、ずっとですね、高値の続いてた、モンスターとかですね、その辺も結構店頭にリガートとかもあったんでね、一時の本当に物がなくて、旧キットがすごい高い値段でね、取引されたことに比べると、結構手に入りやすくなったんじゃないかなと思ってます。で、これは、クワンドランドのね、ミディアの方の機体の方は、あっちの方はね、レビューしたんですけども、これ持ってなかったんで、どうしようかなと思ってたんですけども、これもね、結構ね、旧キットになるとプレ値ついてね、高いんですよね、中古屋さんで。なんで、これ普通の値段ですね。これ700、ジョシンさん割引なんで616円、安いですね。616円で買えたので、結構お値打ちなんじゃないかなと思って、まあ持ってなかったんで買ってみたんで、ちょっとレビューしていきたいと思います。それでは、もう早速ね、ガッチョン開けていきますね。これバンドかかったもんね、ちょっとバンド切っていきます。はい、ちょっと私も持ってなかったというか、小さい頃も多分作ってなかった、昔も作ってなかったキットですね。ちょっと開けてみますね。どんな感じなんだろう。こんな感じですね。あ、成型色一色ですね。こんな感じ。ランナーは2枚かな。ランナー2枚。かなりシンプルな感じなんですけど、まあディティールはね、ちゃんと入ってますね。ディティールはちゃんと入ってますね。あ、ちゃんとゼントラージーの兵士がいますね。兵士が。ちゃんと顔もディティール入ってます。結構ね、顔もディティールちゃんと入ってますね。この兵士はしっかりしてる感じですね。デカールもついてる。デカールもついてますね。この足がね、この足が特徴ですよね。この辺とかね。パーツ構成はなんか旧キットのガンプラみたいな感じですね。で、ヌージャルデルガ、言いにくい。こんな感じですね。インパクトキャノン、レーザーマシンピストルで、お腹にキャノンですね。ここにキャノンがあったら、ここにキャノンがあってここに人が乗ってたらどうやって弾装填するのとか、そういう感じのところもちょっと突っ込みたくなるんですけどね。ここのキャノンどうやって、プラズマキャノンだからいいのか、電力系のキャノンだから弾込める必要ないんですかね。こんな感じですね。後ろ姿かっこいいですね。まあ、兵士はね、出した感じにしようかなと思いますね。まあ、乗せてるのもいいんですけれども、まあ、これね、これそのままの方がかっこいいので、頭の子たちは。これに、まあ、兵士が外にいる方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、メンテナンスしてる感じにするとかね、この足が特徴ですね。これ足が面白いっていうか、でっかいスリッパみたいですね。でっかいスリッパ。こんな感じですね。ね、これも、そんなにシルエット悪くないですね。ね、普通に組んでも、ちょっとまあ合わせ目ががっつり出るところがあるかなっていうところですね。この辺がっつり合わせ目が出ますけどね。こんな感じになるんですね。どうだろう。改造するっていうほどプロポーションは悪くないので、まあノーマルで組んでね、艶消しとか、まあ塗装をきれいにすればいい感じに仕上がるんじゃないかなと思うんですけども、そんなにね、形悪くないキットなんじゃないかなと思いますけども、ちょっとね、チラシのバランスとかを一回組んでみないと分かんないですけども、ちょっと持ってなかったキットなんで、そうですね、これに比べるとちょっとあれかな、足がちょっと広い感じになってるのかな、足の幅が広い感じですけども、めちゃくちゃ気になるほどではないかもしれない。ちょっと仮組みしないと分かんないんですけども、めちゃくちゃ気になる、このね、写真を見る限りは、そんなに遜色、みたいな感じになってるわけじゃない。まあね、どうしてもこの絵のバランスっていうのがありますからね。実際はもっと足が大きいんでしょうね、きっとこれ。ちょっと足が大きくなるのかな、そんな感じですね。はい。という感じなんで、またね、仮組もやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、簡単ですけどもね、こちら、マクロスのキットですね。最近よく手に入るようになった嬉しいマクロスのキットですね。値段もね、まあ、当時に比べたら高いのかもしれないですけども、まあ、プレネとかね、中古のプレネに比べたら箱とかね、中身新品で、それなりの値段で安く手に入るので、良くなったんじゃないかなと思います。はい。なった方は、ご検討してみてはいかがでしょうか。ヌージャデルガ、相変わらず言いにくいな。これヌーデルジャガーって言っちゃうんですけども、ヌージャデルガ、ヌージャテルガーですね。ちょ
ていくんですけども、こちらの方をご紹介させていただきました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。